こんにちは、背番号51番の猪越優衣です。サッカーを始めたきっかけは、自分が幼稚園の時にいとこがサッカーをやっていて、それで一緒にボールを蹴るようになって、そこからサッカーを本格的に始めるようになりました。で、僕がプロになれるかもと思った時は、大学の監督にプロの練習に参加してこいと言われた時に、参加させていただいたんですけど、その時に、自分はもしかしたらこのレベルでやっていけるかもしれないっていうふうに思いました。僕がプロになったなと実感した時は、ファンやサポーターの皆様に声をかけていただいて、サインをくださいって言われた時は、自分プロになったんだなっていうふうに感じました。僕が仲のいい選手は高木仙選手です。よくご飯も一緒に食べに行きますし、オフの日とかも一緒に遊びに行ったりするので、特に仲のいい選手です。僕はオフの時は車でどこかに行くのが好きなので、高木選手とどこかに出かけたり、この間のオフでは住吉選手と中村選手と一緒に山梨の方に旅行に行かせていただいたので、結構車で遠出するのが好きです。はい、僕の好きな食べ物は肉じゃがです。やっぱ実家の味っていう感じで、すごくあったかい味なので好きです。僕のおすすめのお店は清水にある魚生さんです。魚生さんの刺身定食がすごくボリュームもあって、味もすごく美味しいので好きです。僕のプレーの特徴はキーパーなんですけど、足元の技術はある方だと思っているので、キックやパントキック、またビルドアップのところを見ていただけると嬉しいです。今シーズンはたくさんの応援ありがとうございました。僕はエスパルス1年目ですけど、やっぱこのチームのファン、サポーターの皆様の応援の素晴らしさを肌で感じることができた1年だったので、来シーズンはそのピッチで立って皆様にプレーを見ていただけるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ビバエスパルス。